学校トイレの防止化に取り組んでる関根二郎さんと一緒に、学校教を、見学してきました。まずこの学校トイレなんですけど、まずあれですね、やはり洋式じゃなくて和式ですね。関根さん、今松戸市の取り組みとしてやってるのはちょっとご覧ください。松戸市の校舎については、校舎については僕が一生懸命やったことによって、校舎のトイレは洋式をどんどん進めていこうということが決まってるんですけど、あれ最終的には今何パーセントで何パーセントになってますか？今は 43%。 43%、はい、校舎より 3%。 43% までに持っていく。あ、持っていく。そう、平成23年からやり始めたんです、はいはいはい、23年の時には 23%。 23%で、それで取り組んだ結果、平成27年までに 43% まで引き上げるのが決まってます。なるほど。で、校舎についてはその27年の以降についても最終的には 70% まで持っていく、持っていく。ただそれはまだいつまでって話まではないけども、 70% まで持っていくことは決まってるんですね。なるほど。だけど、校舎は進んできて体育館の訓練が全く見落とされていて、そうですね、全くまだ松戸市としては取り組もう、ね、これがあるんです、はい、それが体育館の訓練はこういう状況なんです。なるほどね。体育館っていうのはやっぱり災害時、そうですね、避難場所、まさに避難場所として、はい、この扉の裏が体育館なんです。なるほど。で、体育館に避難をした時に一番身近なトイレがここになるんですけど、そうですね、ここが和式だと高齢者、障害者、足腰の方が使えませんよね。やっぱり学校トイレって子供用にできてるんで、やっぱ大人が入れないんですよね。なんかそういう問題もあると思います。あと私は桜市の方でこの前体育館のトイレのを調べたんですけど、二極化になってて、要は耐震が進んで体育館が建て替えてるところは洋式はあるんだけど、ない、もう30年前の老朽化してるところは全部和式なんですよね。だからそれも要は、何パーセントかって出したときに、やはりそのもうちょっとこう細かくこうセグメントしておくと、もうやっぱり、できてるとこできてないっていう、その両極端になってるんで、その辺もやっぱりチェックしないとダメですね。あと松戸市がこういう状況な体育館のトイレについて、はい、この上にパカッと上にかませる簡易トイレを置いて洋式トイレにするんだってことを議会表明したんですけど、扉が開かないです。後向きなんで、上にパパってやったところで入れないです。入れない。だからそういった実態とはかけ離れた運用を松戸市が今仕事してるので、なるほど、それはおかしいと今やってます。あともう一つ案件があるんですけど、男子のこの便器ありますよね。これって結局各家庭で置かれると、今各家庭はみんな洋式トイレじゃないですか。逆にだからもうこれもこっかっちゃって、逆にスペースを広げて2つここ洋式トイレにするっていうのもいいかもしれないですよ、うん、だからもうだって家庭にこういうのないし、体育館のトイレっていうのは確かに全校生徒が使うときはまあこういったね、まあ必要かもしれないですけど、まあ私がこれもし提案するんだったら、洋式トイレを便器を取っ払って2つにしてもいいんじゃないかっていうのを、まあ広さ的に考えると、まあやってもいいんじゃないかなと思います。女子トイレはそうなんですね。そうですね。洋式トイレ、この電車のこういうトイレが2つ、個室が2つになってますね。そうですね。いや、もう男子トイレも家庭にはこういうものないわけだから、もう災害時をもう視野に入れて、男子トイレも女子トイレと一緒に2つにしてもいいかもしれないですね。